エンジェルズ社タイムサービス中。俺が尋常くらい。いらっしゃい。また会えましたね。冒険者の新生。どうですか？最近の冒険の調子は？その調子です。これからも頑張ってくださいね。 十分に経験を積んだように見受けられますし、そろそろ冒険者協会の重要な仕事を紹介しますね。冒険者協会には毎日各地からの依頼があって、それを冒険者の皆さんに配るんです。これが冒険者たちの主な報酬源になります。いろいろありますよ。民衆のために怪物を倒すとか、簡単なものから危険なものまで様々。 百聞は一見にしかず、依頼を受けた方がより分かりやすいと思う。これが今日の依頼内容だよ。終わったら報告しに来てくださいね。ちゃんと豪華報酬を用意して待ってますから。そんなに焦らないで、絶対に失望はさせませんから期待しててください。ここで待ってますからね。星と深淵を目指せ。
来たんだね。
君は先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない。それからこちらはただのジンだ。団長としてのジンではない。栄誉騎士の君でもそうそう接触できない人物だろう。意外だ。天空のライアーの話は聞いていたが、まさか君だったとは。ではディルックが言ったように、ライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は本当なのか？そうだよ。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってる。さすが騎士団のスーパールーキー少女だよ。違法なこともやらかしそうになったけどな。神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも無理はない。だが問題ない。詩人にもう一度歌ってもらって、この信じるさ、頑固な団長様を説得。うん、四風守護の東風の竜トワリン、彼の裏切る理由がどう考えてもわからなかった。数年前のモンドを守る戦争で毒地の侵食を受け、目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのなら、そうなるのも筋が通る。でもこれは代理団長の立場としては絶対に口にできないことだ。ファデュイの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。だから私はプライベートという形で行動するしかない。ふん、そういうところも騎士団の嫌いな理由の一つだ。ただこの正体のわからない異邦人をそのまま信じるとは思わなかった。先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。触れちゃいけない過去があるみたいだな。とにかく天空のライアーについては心当たりがある。何事もないように話題を変えた。彼女やるね。モンドとスネージナヤの衝突、本質的には七国と七神の衝突だが、氷の神が率いるファデュイは風神が残した力を利用しようと企んでいる。ふん。そうだ、もし風流を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは彼らが唯一手にすることができる風神の力だ。モンドで単独行動しているファデュイのメンバーはいくらでもいる。すでにそいつらから情報を聞き出した。ディルックが手に入れた情報によると、ファデュイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。さすがに彼らでもせっかく手にした聖遺物を半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろう。わかるわかる。大ごとになったら外交問題につながるからな。七国同士の関係性はそういうものだ。異邦人、出発の準備はできているか？さっきジンが言ってたよね。ファデュイの目的はトワリンの力を氷の神に捧げることだって。もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神？風神がモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？えっ？いい、
これ以上は聞かないでおこう。さあ、これを。なんだこれ。正体を隠すための変装だ。ファドゥイに見つかる前に被るといい。何せファドゥイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろ。エンジェルズ社タイムサービス中、いらっしゃい。
って。おとなしくしやがれ。
この辺の見張りが全員倒されたもんだからアビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。やめてくれ。そうだ、貴重な情報を教えてやるからな。実はモンドの至宝天空のライヤーがこの遺跡の奥に隠してあるんだ。生物を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。ドイツが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかく部屋の中の奴らに聞け。かなりのビビリだな。ふん、あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。シニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。シニョーラって言ってたよな。変わった名前だな。ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。ファデュイが七国をかっ歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。お前ら何者だ？どうやって入ってきた？そんなの俺には通用しねえぜ。うん、スメージナへの意志は氷のように固い。俺は屈しないぜ。見つけた。覗き魔。
決を下す。お前ら何者だ？な、何する気だ？うわいきなり切りかかってくるなんて。俺だってスネジナヤの一員だ。俺は屈しないぞ。
どこから湧いてきた？このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。逃げ場はない。はい。まあまあ、やっ、やっ、くそ、おとなしく仕上がる。やみつきにならないでね。百発百中。
風と共に去れ。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。怖そうなこと言って結局逃げていったな。
Thank you.
痛い。
せてちょうだい。はっ、試合よ。ここの心臓はあの怪物の影響を受けてるみたい。そいつを倒せば心臓を取り巻く風潮を払える。はっはっ。